はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日もやっていきますよ。アシックスグラブの紹介ですね。第4弾目になりますね。こちら皆さん見たことありますよね。まあ、以前、この動画でもご紹介したんですが、せっかくアシックスのグラブを紹介していってますから、今日はですね、もう一度紹介していこうと思いますね。はい、そうです。テキサスのダルビッシュ選手のモデルになりますね。このウェブはですね、2014年に使用したグラブのウェブということになりますね。はい。それでは順番に紹介していきます。こちら受給面ですね。カラーわかりますか？ちょっと動画で見にくいかな。ネイビーブルー、紺色ですね。それから、ヒールは、これ順巻きになりますね。それから、閉じはダブル横閉じですね。ダブル横閉じで、この土手芯部分ですね。薄めの設計になってますね。それから、ヒラブプロフェッショナルスタイルと入ってますが、はい。こちらですね、深めの、投手用として深めのポケット設定ということになりますね。はい、かっこいいですね。じゃあ、背面見ていきますね。はい。そうですね。ダルビッシュ選手は、ファーストバックを選択してますね。それから、アシックスのロゴはこちらについてます。で、ピッチャー用ですので、指カバーがついてるという格好ですね。で、アシックスのモデルなんですが、スライバートップではないですね。切りはみ、普通のね、切りはみになっておりますね。はい。それから、一番目立つのはここですね。ダルビッシュ選手のワンピースウェブ。はい、これ何でしょうか？以前も紹介しましたが、北海道の地図ですね。はい、日ハム の時の北海道ですね。その中に、ダルビッシュ U の Y の字ですね。Y の字と、それからダルビッシュの D の字をかたどったモチーフということになります。それから、これ星が入ってますが、こちらはね、テキサスのマークの星ではないですね。このトゲトゲの数が違いますね。これは以前も紹介しましたが、北海道旗。北海道の旗のマークから持ってきているものと思われますね。はい。こちらがダルビッシュモデル2014年使用モデルですね。今年はちょっとどんなグラブ使用するのかまだわかりませんけれども、最新のモデルが今これということになりますね。はい。今日はダルビッシュモデルのご紹介でした。それでは皆さん、さようなら。はい。すごいですね。本当に北海道ですね。